八邪剣、魔竜オロチが封印された伝説の剣。しかしその封印は解け、とてつもない量の瘴気が瞬く間に広がり、人々を飲み込んでいった。その時、剣から飛び出た一匹の蛇が私に噛みつき、オロチの呪いが私の体を蝕んでいった。この呪いに全身を侵される前に、再び封印する方法を探さなければ。はい、こんばんは、セブンナイツゲーム動画です。今日はですね、久しぶりにアリーナをメインに、動画の方を撮っていこうかなと思っておりまして、まあ、前回一応装備の方を強化しまして、ミッション武器4本手に入れることができました。で、あと、神楽についても一応育成は完了しておりまして、36金まで、持っていくことができております。で、アリーナなんですけれども、今週は育成等ありましたので、そこまでガチガチにはやれてはいないんですが、なんとか4700までは来ることができております。なので、このランク帯でどこまで自分のパーティーが通用するのかっていうのを、まあ見ていければいいかなと思ってます。で、パーティーなんですけれども、弱点武器を2本、神楽につけておりまして、防御リーダーにしてます。で、敏捷29武器を2本、デロンズとロロにつけておりまして、攻撃リーダーはデロンズっていう形になってます。で、まあ、デロンズは最初前衛で使おうかなと思ってたんですけど、結構ダメージ受けてすぐ死んじゃうんで、5番に置くことにしました。で、カグラを5番に本当は置いて、ワンバックにしてみたいなと思ってたんですけど、まあ、低突だっていうのもあるし、あとまあデロンズがいるんで、まあ仕方なく4番に置いてます。ただまあ、後衛に置きたいなっていうのもあったんで、まあちょっと中途半端になっちゃうかもしれないですけど、一旦は2バックで、試してます。でも完全に攻撃型のパーティーになってるんで、結構明かりパーティーには弱かったりするんですけど、まあ一旦ね、これぐらいでこのパーティーでやって、まあ、レジェンド近くになってきたら、ちょっとパーティーを、まあ、いじることになるかもしれないですね。ただ、行けるところまでは、これで行きたいなと。はい、よろしくお願いします。実は動画がちょっと止まりまして、最初から撮り直します。5000ぐらいやったんですけど、もう5000やります。先制スキル取られましたと。沈黙は一応対策はしてあるので、入りませんね。弱点武器はつけてるんで、まあ、ちゃんと動いてくれますと。ただデロンズの、まあ痛くはないですね。で、ここでしっかりデバフを入れてきます。まあ結構低突っていうこともあって、まあね、結構カグラがすぐ倒れちゃったりすることがあるんで、やっぱ聖女装備の回数免疫かな、2回の回数免疫も必須ですね。これは相手方はデロンズは、いなくなりましたと。で、これで遅延対策もできません。これはなかなかスキル運がいい感じですね、今のところ。お、3回スキルいったか。エリスしっかり倒していきます。ついでにバフターンも入りました。いい感じですね。まあ、沈黙は対策してあるので、もっと OK、 HP も。ただそろそろ相手のロロの覚醒がたまる、まあ、たまったら、まあ、防御力がねやっぱ高い、神楽が餌食になりやすいんで、まあ、ワントップとかであればね、まあ対象にはならなかったりもするんですけど、まあ2バックとか1バックとかそういうレベルであれば、まあほぼ確実に、神楽が食らいますかね。どうなの、メルキルか。あ、メルキルかな。なるほど。まあ、メルキルも若干その辺を意識して防御力高めてるんで。OK。なんとか一勝できました。ありがとうございました。
こうやってね、止まるんですよ。はい。ということで、もう一戦行きたいと思います。ね、回復して、行きましょう。はい、よろしくお願いします。まあ、現状やっぱり攻撃型のパーティーっていうのは、明かりはいないか。明かりパーティーにね、結構弱かったりもするんで、こうやってまあ、メルキルがね、超ハッスルするときがあって、ずっとメルキルしか動かないみたいなときがあって、まあ、そういうときはね、もう立て直しが攻撃型パーティーの場合はね、効かないんですよね。明かりパーティーの場合は、まあ、蘇生で帰ってこれるんでね、いいんですけど、お互いに HP を回復しますと、まあ、もともとマックスやけどね、まだ HP。こっちが先に使いました。これでしっかりデバフを入れていく。いい感じですかね。これなんか、これなんかスキルにすごい恵まれてる気がするな。これも結構痛いんですよね。デロンズ一発で死んだりするんで、ワンバックやと。まあ考えものですよね。八邪剣で反射スキル。あ、そっか。ん？一回死んでるか、向こう。あれ？デバフ入ってないんかな？どれがデバフかよくわからん。この点滅してるやつがデバフ？こうやって全体にデバフって入るんじゃなかったでしょって。あ、3人か。対象3人なんですね。そういうことはやっぱり後衛に入りやすくなってるってことですね。あー、そうするとワンバックに置いてたりすると、敵に下手に反撃とかを攻撃すると、反撃で攻撃したりすると、ツーバックの場合はワンパンで2人とも死んじゃうと。なかなか厳しいですね、それは。展開が硬っ。しかも地味に痛い。オッケーオッケー。 HP しっかり回復しきましょう。これはもうデロンズそろそろダメ。あ、覚醒スキル使ってるからまあ大丈夫か。痛い痛い痛い。ここはエリスの固定ダメージが、固定ダメージと下スキルが、オッケーオッケーオッケー、下スキルが頼もしい。展開的にはなかなかいい展開ですね。はい、どうもありがとうございました。あなたが海を荒らしたのは絶対に許さない。悪は私が切る。あ、止まらなかった。はい、でも一回ちょっと動画切っとこう、怖いから。はい、じゃあさらに続きをやっていきます。大丈夫かな？ OK ね。まあ、今のところ順調な勝ち方してますけど、前後戦は結構散々な戦いだったんで、お互いに神楽が残って対マン勝負で時間終了まで戦い続けるみたいな感じ で最後に HP を向こうが回復して負けましたみたいな。その辺になってくると完全に運勝負ですからね。あー、エリスが落ちた。しかもバフターンを食らわされると、でメリキルが大発する。あれ結構いい感じで進んでたのにな、最初開幕。あちゃー、これ痛い。しかも HP がマックスになる。いやー、これはなんか一気に不利になりましたね。大丈夫かな。HP をしっかり回復して、で相手方には、神楽はいないので、きっちりと悪霊の罠で反射スキルを入れていきたいけど、デロンズのこれが来る。痛い痛い。
8600って。で、メルキルが動く。まあこれが負けパターンですね。もうメルキルがほんと大ハッスルするんで、なぜか。メルキル弱点装備一切つけてないんですけどね、セット装備的に。メルキルしか動いてない。これはもうダメですね。あ、ダメ。これはダメ。はいはい。まあもうこれは仕方ないですね。お、一矢報いることができるか。使徒の審判。誰が死ぬ？ああ、カールが死ぬ。いやー、痛い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 。すごい頭賢いなー、こいつ。硬いやつにちゃんと単体攻撃入れて。お、これは？これは？いや、あれ、これまだ死んでたかな？あ、どうなってるかな。ここで復活してから速攻復活しなかった。あ、そうか、一回死んでましたね、倒れてましたね。はいはいはい、仕方ないですねこれはね。はい、どうもありがとうございました。そして動画が止まりました。一回動画止めました。まあいい勝負が多いってことは結局ね、まあそれだけ時間がかかったりするということでもあるんで、あんまりこう個人的にはですけど、個人的にあまりその耐久勝負みたいなのがあんまり、あんまり好きではなかったりもするんで、面白いとは思うんですけどね。うん、しっかり考えられてるパーティーもいたりするんで、それ見るのは面白いんですけどね。あんまりこう終了時間までこうずっとなんか神楽の怠慢勝負をこう眺めてるみたいな、あんまり好きでは個人的にはないんで、できることならこういうまあ攻撃パーティーでなんとかやっていきたいなっていう思いがあるんですよね。でこれなんかすごい浴びせかけられてるけど大丈夫これ。ちなみにこれメルキルしか動いてないな。さあ負けるわ。あー、これはダメやな。なんかもうこれボコボコ。あー、もう、ハイメルキル。MVP メルキルや、向こうからしても。ダメよ、メルキル。動きすぎ。これはもうでも今更でしょ。悪霊を入れても、もうすでに一回、倒れてますからね。向こうで倒れると。使徒の審判で。はい。痛い。はい、これもう勝負決しましたね。何気にこのエリスの固定ダメージがすごい火力高いんでね。まあでもこれバフ完璧やからめっちゃ痛いよね、やはらね。めっちゃミスってる。ああ、そっか。補助 HP があったからあんまり減らんかったか。上のゲージがね、左の。はい。ボコボコやったな。まあ、あれだけメルキルに動かれると厳しいですよね。はい。せっかくなので、あと何千回行きたいと思います。久しぶりのアリーナ動画なんで、もうちょっとやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。でスコア的にはあんまり伸びてないというね。あ、ちょうど明かりパーティーだ。うん、バフターンしっかりね当てていきましょう。相手メルキル動いてくれる。まあといってもバフターンじゃない方を使ってほしかったけど、で、こっちはバフタンじゃない方を使うのね。はいはいはい。できれば、カグラが早く動いてほしいな。そっちじゃないな。HP の回復のやつはちょっと温存しておきたいな。
てメルキルが出しゃばりますと。あ、敵か。オッケーオッケー。悪霊の罠を入れて、まあ、オッケーかな。明かりパーティーの場合はあんまり呪い効果意味ないというか、蘇生されたら意味がなくなるんでね。先にできればデロンズでぶっ倒しておいて、それから悪霊を入れたいところですけどね。で、HP の。メルキルに動かれるとちょっと本来の力が見えなくなっちゃうんでやめてほしいんですけどね、これ。また覚醒スキル使うでしょ。あー、吹っ飛んだな。うわぁ。これボロ負けですね。なんかこう、敏捷武器じゃなくても強引にでも明かり出た方がいいんですかね。まあ、もともと公式の動画でも、なんかその、耐久パーティーを押すみたいな、押してるみたいな発言ありましたし、まあ時代は、耐久パーティーということになるんですかね。敏捷武器揃えたとこやのに、みたいな。まあでも、あれか、結局耐久パーティーでも防御リーダー明かりにして、あとは敏捷武器全部いるのか。やっぱりなんていうの？あ。でも今更やな、これは。メリオとか、その特殊なね、特殊なスキル持ってる反射ダメージとかね、長持ちですよね、そういうキャラは。割合ダメージとか、割合その、割合防御力上昇とか、そういう系は結構強い気がする。まあ、HP のベースとかは結構変わってきちゃうと思うんですけど、完全上位互換でもいない限りは、まあ、常にね、出てくるというか、ボコボコやな、これ。何もできてない。まあ、ちょっとメルキルが動きすぎてね。まあ、結局攻撃型のパーティーっていうのはもう、スキル順がもう命なんで、耐久パーティーみたいに立て直しが一切効かないんでね。最初に変な行動したら、まあ、そのまま、それが勝敗に直結しますからね。まあこういった形でボコボコにされますと。で、スコア元に戻りましたね。ちょっと、足踏み状態ですね。これで上がれるとあんまり思えないな。どうなんだろう。でも一応、敏捷武器4本揃ってるからね、そこそこのとこまでは行きたいですけどね。明かりパーティーがね、やっぱ強いですからね、今ね。これをまあいかに攻略していくかが鍵になってくるんですか。まあ防御リーダー、まあ防御リーダーっていう概念自体が基本的に、なんだろう、その耐久パーティーのためにあるようなもんですからね。攻撃リーダーはね、別にその特に何かあるわけでもないから通常攻撃が取れるっていう、ただそれだけでしょ。さあ元からデロンズなんですけどみたいな感じですよね。でもこれはいい感じで回ってる。異例の号令からデロンズのこれこれダメダメ。あ、そっか、メルキルが沈黙してくれてるからか。よしよしよし、いい展開。一気にこれは火星、一気火星に畳みかけたいで、これは。なんでそこでロロが動くん？違う。ロロじゃない。で、これ大ダメージ、エリス。くそ。やっぱりこうね、スキル順が命ですね。で、単体攻撃か。厳しいかな。せめてね、弱点攻撃率がもうちょっと効果上がってくれてもいいと思うんですけどね。耐久パーティーって結構その緻密な動きするじゃないですか。すごく正しい動きをするじゃないですか。 HP が減ってれば HP ちゃんと回復するしね、無駄があんまりないというか。攻撃パーティーはなんかすごい無駄があるのに、弱点攻撃率があんまりこう仕事してくれないで、
そのメルキルがいっぱい動いたりとか、そういうのあんまりよろしくないですね。ね、攻撃パーティーを押してる身からすると。まあ的確に動きすぎたらもうそれはね、それこそなんかもう初めから結果決まってるやろみたいになるかもしれないですけど、それはとか言いながら、とか言いながらなんか盛り返してきてるけど、さっさと倒してくれないと。さっさと倒してくれないと帰ってきてしまったこれがあるからね結局。全部復活ですよこれ。はい、 HP は一応回復はして、なんかほとんどダメージ入らへんね。これ無理やね。こっからはさすがにもう盛り返せないでしょこれ。おお散々文句を言っておきながら勝つっていう恥ずかしいパターンかなこれ。まあ何でしょう、まあ、いろいろ文句言ってるんですけど、割とこの頃実装されてるキャラっていうのは完全なその上位互換の置き換えみたいに見えるように、まあ、見えるんですけど、実はどのキャラも結構そこそこ使えるキャラが多いんじゃないかなっていう、って思いますけどね。本当に完全にその上位陣までいっちゃうと使うキャラっていうのはある程度固定されちゃう可能性もあると思うんですけど、下の方は結構どのパーティーにも、なんかチャンスがあるというか、いい感じに調整されてるような気は僕的にはしますけどね。画面止まってますけど、はい、まあそういうことで、まあ、これぐらいにしておきますかね。結局4786で、変わりませんでしたけど、まあ一旦これぐらいにしておきます。でまた今日土曜日なんで、土曜日って言ってももう12時過ぎてるから日曜日なんですけど、また日曜日の終盤でもうちょっとスコアが上がってレジェンドに行けそうだったらやってみますかね動画を。今のところ勝率は 75% なんで、もうちょっといけそうな気はしますが、まあきっと4900の壁があると思うんで、来週はちょっとそこそこガチでやってみようかな。とはいえ、まあ年末なんで忙しいですけど。はい。まあとりあえず、これで一旦終わりたいと思います。どうも。ありがとうございました。失礼します。